いやーオムラシしちゃってますね海にあのー、上がっちゃってるもん上がっちゃってるもん過去 3, 3ヶ月の中で最大ですからね3過去 3, 3ヶ月の中で放射能濃度ね放射,放射能濃度が海水の放射,放射能濃度がちょっと口回らないな最大です ね、これというのは環境庁のホームページに、えー、あの福島沖の,、えー、その放射能を測定した結果これですよって言ってる古いね古い, <laughs> 古いリアルタイムじゃないやつの20倍ですし我々が飲料として飲める基準ね基準の2倍かな3倍くらいかな分かんないこれ対数なんで、まあ、20ベクレルぐらいじゃないかなとパーリットルね、まあ、それぐらいまで濃度が上がっていることをね、えー、まずはね あの原因はわからないけれどもこういうふうに上昇してますよっていうのは少なくても、えー、2月25日にやった記者会見の時に東京電力ホールディングスはこれ言うべきだと思うんですよねまあその辺を一本動画にまとめていきたいと思います本日令和三年の2月28日、えー、日曜日大森、えー、林会の大浅大志です秘宝福島第一車水壁前海水放射能濃度環 同京ホームページ記載の20倍で飲料水基準値超えの20ベクレルパーリットルはてな過去3ヶ月最大福島沖地震後2月,26あ2月16日から上昇格納容器水定化と時間的相関化ということですね。定、まあ、があの 1>, 1号機で確認されているのは私の何個か前の動画でちゃんとあのデータねー東電が出している格納容器のデータです1時間おきのデータとあとは6時間おきのデータねで6時間おきのデータの中に水位の,の L3 というものから L2L3 から L2 までこう水位が落ちましたよというのが2月18日の午後5時 から、えー、午後11時の間に。 まあ水が漏れてるわけですねでおそらく注水量は毎時3トン1.5と1.5の毎時3トンあ合わせてね毎時3トン出して出してそして吸い上げる量も変えてないまあ、ループ系のその流量が変わってないとおっしゃってたんで記者会見の中でね <laughs> だからじゃあその水どこに行ったのよっていう説明がつかないわけですねだから私みたいにあじゃあその水消えてなくなったんですかみたいなふうにうがった見方で見る人はあのー そういう記者さんいたでしょで一応質問してましたけど一応ですねその流量とか調べていったんですけどどこにあるか分かんないんで,で、まあ、海水のねじゃあまずあのその、うん、と放射能濃度はどうなってるかっつったら上がってんじゃんって話 <laughs> 10 13でしょ2月13にあの地震があってまあ そこからなんか急激に上昇してこう下がってきてるでしょ19ぐらいまでちょっと落ち着いて今落ち着いてるかなっていうことで,でこの一番ピークのところっていうのがこれ、対数なんで多分あのこれ対数、しあの対数ですからねこれ、1メモリが10倍ですだから、あの対数表示になってるんでこの対数メモリを入れてほしいんですけど <laughs> これ、あえてやってないと思うそれか数値データを出してほしいんですけどあえてやってない、まあ、20ベクレルとかそんな感じじゃない、まあ、10以上 10以上、10以上っていうことは、この3ヶ月ぐらい、11月からのこれ、表記になってますけど、3ヶ月間の中で最大でしょで、10超えたときないから、この1月のちょっとのとき、10行くか行かないかぐらいでしょで、10ってどういう値かなってよくわかんないから、環境省のホームページに行ったら、一応ですね、海水では放射性セシウムの測定値、えー あの平成29年度、これ超古いけど <laughs>、平成29年の1月から8月に採取は、福島沖において1リットル当たり1ベクレル以下っていうことでしょ ?1 ベクレル以下なんですよ、福島沖でね。まあだから福島沖じゃないから、沖じゃないから、もう福島の,この原発の近くだから <laughs>、だからね、お漏らししているパンパース、お漏らしの遮水壁ってパンパースねパ。 パンパスに鼻 <laughs> つけたらいみたいな感じなんでだから沖きっていうのはかなり離れたところだから1ベクレル以下になってるんですけどえでもやっぱりそこでやっぱ薄まる前なんで薄まる前でも出てきてるわけでしょだからここで見るのが当たり前でそしてなぜか知らないけどセシウム134だけはえ観測してるのよ と17 <laughs> なぜかね <laughs> やっぱり気になったんでしょうね。東電もね、気になったの。気になったから多分取ってるのか、もしくは今までは検出見解の下だったけど、検出見解の上に出てきたから、134の値示してるかね。どっちかわからない、私は。疑ってからこのデータ見始めてるから、そのおムらししてんじゃないのかということで、疑ってからこのデータを見てるんで。 でその、ねえー、近くの魚とかどうなってるのかなって2月25日に、えー、こう出している、えー、その調査結果があったんで見たらばこれ1ヶ月前のやつなんですねだから、えー、んと2月の15日中旬頃に取ったデータが多分3月でしょ。で だからあの、まあ、もっと先かな、4月の下旬頃に、えー、3月の中旬頃のその魚のデータが出てくるんで、まあ、魚とかに出てくるのは、えー、残念ながらもっと後なんであのそこら辺もちょっと気になるところですけど出ないかもしれないしねこれぐらいだったら出ないかもしれないけどでもこれぐらいだったとしてもやっぱ飲料水のこの環境省のホームページね <laughs> 飲料水があれでしょ、えー、10ベクレルなんでしょ。 だから10ベクレルを上回ってるからこれ3日間ぐらい10ベクレルを上回ってますよね123日間じゃない2日間2日間10ベクレル上回ってるんでやっぱそういうね飲料基準は超えてますよって射水壁のところだけどっていうのを、えー、はこれは言った方がいいんじゃないかなって思うんですよね。 で信用問題にやっぱ関わるわけです水位低下っつって記者とか私の,のど素人でも海に漏れてんじゃねえかって思ってる人はねあのー、大丈夫です大丈夫ですってみっんな言ってねで震度計とかなんて、まあ、どうでもいいじゃん海にまず漏れてんじゃねえかっていうのは気になるところですよねだから、えーまあ、東京オリンピックはあのー、まあいいやちょうだいや <laughs> えー、これ まあ3ヶ月で最大ですからやっぱり高いですよねってしかも基準を超えてますよねで1ベクレルっていう風に環境省のホームページに書いてるのに、えー、そもそもがこの安定してるところでも数ベクレルあるよね10ベクレル以下だけど数ベクレルあるのねでそれがいきなりもう20とかですよって <laughs> 20とかそれその異変は異常報告した方がいいんじゃないだって17の 16とか17とか18のデータなんて、この前の25日の、の私、3時間半ぐらいあの記者と東京ホールディングスのやり取り、3時間ぐらい聞いてみましたけど、その時一回も出てきてないような気がするんだよね。この、射水壁前の放射能濃度上がってますよっていう件はね。これぐらいだと、じゃあ、しょっちゅうあるのって、逆に言ったらね、私はその地震で、福島沖の地震で注目したけど、こんなの、もう日常三半時に行われてるのって感じ。 だったらますますまあ私は別にね福島沖の,その黒添い <laughs> 福島沖の黒添いいいかもしれないもう自分はね子供とか作らないかもしれないからまあいい食べるかもしれないけどやっぱり自分の子供とか孫の世代にそこら辺の魚は食べさせたくないなってやっぱなっちゃいますよねとなっちゃうのはなぜかって言ったらこういうふうにねデータの値が異常値を示してるのに報告しないっていうそういう体質があるからねはい以上です